入れてる。そう、長い方がいいか。もっとバンバン入れちゃった。あ、飛ぶ。飛ぶんじゃないって言った？言わないと飛ぶよ。遠慮しないで飛んじゃうんじゃない？熱っつ。じゃあ今度引き上げる方を。はいよ。引き上げるのじゃあ大きいのでやれば。大きい鉢で。ダメやそりゃ。大きい鉢で。もう一個あったのかな。三個あるよ。あ、じゃあ届くしよう。あの、さっきの右。ルーティーあるんです。まだこれじゃもったいない。一通り時間かかるんだ。あ、そうか、その皿でもいい。皿出したら、その皿あるよ。皿もあったね、どっかに。そうだ、皿も出さなきゃ。もういいよ。あら、こいつら網があったでしょ。ない、これでパッパッパッと。いや、それをぶっと、うん、そうそう。じゃあ第2弾いきますか。うん、それカスも全部取った。はい、はい、ボン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 、次の全部取っちゃいます。全部カバコバ取っちゃい、で紙の上に。はい、コックさんでした。土田コックでした。シェフやってみますね。今日シェフが来なかったんだよ。歯医者が行かなきゃいけないっていうんで。そうなんです。検索すれば出てくるので、英語でアメリカ人
35カ国かな、確かそのぐらい走って、珍しめだと、あのさっきモカさんで言ったミャンマーが15年ぐらい前にミャンマーを走ってます。あとキューバかな、キューバもやっぱり15年ぐらいで、であとはね、スバルはあの温暖化一番先に沈むって言われてる国でもやっぱ15年ぐらい前に行ってます。でスバル、あの平坦な島国なんだけど、なんかみんなバイク乗ってて面白かったですね。集合館付きはそんな感じでスタッフやらせていただきます。よろしくお願いします。聞いたことない。あ、そうですか。後でちょっとだけください。クロブド。ジン。ラトビアのモリサ。アウト。はあ。2ヶ月にわたる作業か。ラトビア。しっかり会社を辞めていったというね、いうことだった。